皆さんこんにちは、トッキーです。前にもお話ししたんですけれども、このトッキーっていうのは私の幼い頃からの本当のニックネームです。太郎っていうのは私の SNS 上の名前です。なのでその時の気分によって太郎ですって言ったり、トッキーですって名乗ったりします。今回はアメリカで起きた行方不明事件、また皆さんと一緒に事件を追ってみましょう。事件はアメリカのアラバマ州オップという町で起きました。アラバマ州はこの地図に色がついている部分ですね、南の方になります。東西南北に他の州が隣接してるんですね。東はジョージア州、北はテネシー州、南はフロリダ州、西はミシシッピ州と接しているんです。事件は1997年8月15日に起きました。当時17歳のキンバリー・レイマーさんが行方不明になったのです。彼女はとても明るくて友達も多く、さまざまなスポーツに挑戦し、チアリーダーでもありました。ただ恋人は一度も持ったことがないということでした。彼女の両親は離婚をして、でお父さんはアラバマ州オップに住んだんですが、お母さんが出て行って、アラバマ州のすぐ隣にあるフロリダ州、その近く、県境です、州境って言うんですか、その近くに家を持って、お母さんはそこに住んでいるという状況でした。で彼女は17歳ですでに高校に行ってたんですね。でそのアラバマ州オップで高校生活を送っていたので、その学校を変えたくないという理由から、彼女はお父さんと暮らすことを決めました。ちょっとここでアメリカの学校の事情なんですけれども、日本とはだいぶ違っていて、まず高校の受験がないです。で、小さい町なら特に、州ごとにもよりますけれども、まず小学校、まず最初幼稚園かな、幼稚園から高校までだいたい同じ顔ぶれで卒業するということがまあまああります。なのでやっぱり友達と離れたくないという気持ちはわかります。それでですね、彼女はお母さんについて行きたかったかどうかは、彼女本人しかわからないんだけれども、お父さんがそのアラバマ州オップに残ったので、彼女もそこでずっと学校を出ていたので、お父さんと一緒に住むということを決意したようです。ただキンバリー行方不明になった時17歳だったんですけど、アメリカは16歳で運転免許が取れるんですね。それでキンバリーも16歳で運転免許を取っていて、もう彼女17歳だったんで自分で車を運転して高校に通ってたみたいです。それで彼女には1歳違いのお姉さんがいます。でお姉さんの名前はクリスティンなんですけど、一緒にお母さんの家に泊まったり、また お父さんのところに来たり行ったり来たりしてたみたいです。とても仲のいい姉妹だったそうです。でこのアラバマ州オップはもうすごい小さな町で、もう7000人ほどしか人が住んでいないような町です。でキンバリーはですね、高校のジュニアを終えたばかりでした。ジュニアというのはですね、これもちょっと説明しますと、アメリカの高校は4年生がほとんどで、高校に入ると1年生の時はフレッシュマンと呼ばれます。で2年生のことをソフォモアと呼んで、3年生のことをジュニアと呼び、4年生のことをシニアと呼びます。で4年生で卒業をして、その後、大学行きたい人は行くという形なので、でそのテストとかもどんどん3年の時から受けるので、そしてもう3年になると車も運転もできるということで、ちょっと大人になってる感じなんですね、17歳ですでに。でキンバリーが行方不明になったのが8月15日金曜日から姿が見えないので、夏休みの期間だったんですね。でアメリカはだいたい5月の終わり、あるいは6月から、8月の終わりぐらいまで夏休みが3ヶ月続きます。で彼女も8月最後、
もうジュニアとしての夏休みが終わって9月からシニア、まあ、高校4年、最後の年を迎える矢先でした。でもうジュニアにもなるともう次はシニアということで、次の進路ですねはカウンセラーと一緒に決めてたみたいで、彼女は大学に行って理学療法士になる夢があったみたいです。実はお母さんがナース、看護師なので、まあ、お母さんと同じように医療従事者の道を進もうとしていたんですね。でその夏キンバリーはお母さんの家で過ごしていました。でそこでずっと過ごしてたんですけれども、まあ、シニアが始まる、高校がまた9月から始まるということで家に戻りました。家っていうかお父さんの家ですね。で、まあ、アラバマ州オップに戻ってきて、でその日も、まあ、行方不明になった当日、1997年8月15日の朝を迎えてるんですけど、いつも通りの時間に起きてます。でその日はすごく忙しくですね、予定が入ってたようです。その日ですね、彼女はシニア用の写真を撮る予定でした。でシニアの写真って結構、まあ、重要視する人もいて、もう高校最後、実は幼稚園から高校まで同じ顔ぶれで過ごしてきたこの子どもの期間がいよいよ終わる、そして親元を離れるアメリカの子が多いんですね。大学に行くとドームといって大学の寮に入る子も多くて、ずっと一緒に暮らしてた両親と離れて、もういよいよ自分で暮らしていく、でそしてもうとても仲良かった友達とも離れていく、そういう時期なので最後の一枚を撮ろうとみんなドレスアップしたり、もう綺麗に着飾って化粧して写真を残すっていうのが結構あるんですね。でその日キンバリーはその予定でした。で1997年当時なので近くの撮影スタジオで撮影したみたいです。今じゃスマホとかのアプリの方が進んでるんで自分で自撮りの人もいると思うんですけど、まあ、当時はプロに撮ってもらう、まあ、今でもプロのに撮ってもらう人多いのかな。でその撮影が終わって後に、友達数名と会って遊んでいます。その後ですね、ソフトボールの試合をやって遊んで、その後家に帰ってシャワーをして夜にまた出かけるといったようなスケジュールでした。でその日夜まで遊んで帰ってきて、でもう夜10時だったらしいんですけど、シャワーを浴びてまた出ようとしたんですね。でまあ17歳で最後の夏休み、子供として最後の夏休みということで、まあ楽しく遊びたかったんでしょうね。それで、あとあの夏休みの最後の週末だったようです。で、お父さんケニーって言うんですけど、このお父さんのケニーが、またその時同じ時間にシャワーを浴びようとしたらしいんですね。で、お父さんには、まあもう離婚した後なんで、新しい恋人がいたそうなんです。で、お父さんはその日、その夜、恋人の家に泊まる予定でした。で、出かけようとしてる、まあ、娘、キンバリーに、まあ、夜11時半までに帰りなさいと、門限を言い渡したんですね。まあ、英語で門限はちなみにカーフューって言うんですけど、で、キンバリーは門限を破ったこともないし、親の言いつけは守る、まあ、とてもいい子だったので、しかももう17歳で、まあ、半分大人になりかけ、今から大人になっていく、で彼女を信頼しているので、お父さんはそれ以上強くは言わずに、まあ、お父さんは恋人のところに行き、キンバリーは友達のところに行ったわけですね。ただですね、このお父さんが夜11時半ごろ家に電話をかけて、キンバリーが実際にきちんと家に帰ってるかどうかは確認したかどうかがわからないんですよ。でその夜恋人のところに泊まったお父さんは早朝ゴルフに行こうと思いついたそうで、朝すごい早い時間に一旦家に帰ってゴルフクラブを取りに帰ったみたいなんですね。本当に取りに帰っただけで、キンバリーが実際家にいるのかどうか、彼女が寝ているのかどうかが
分からなかったそうです。ただ彼女の車が家の玄関前、ドライブウェイっていうんですけど、そこに置かれてたので家にいるんだろうと思って、もうゴルフクラブだけ取って出かけちゃったみたいなんですね。でまあその日ゴルフをしてるんですけど、なんかお父さん気になったのか、元の奥さん、まあ、キンバリーのお母さん、スーっていうお名前なんですけど、に電話をかけてるんですね。でスーはスーで、まあ、お母さんお母さんで新しい恋人がいるんですね、そっちにも。でずっとその日はあの新しい恋人と一緒に釣りに出かけてて、1日家を空けてたみたいなんですね。お父さんはなんかキンバリーと連絡が取れなくて、てっきりお母さんの家に行ったんだろうと思い込んでたみたいなんです。だけどお母さんはその日釣りでずっと家を空けてて電話に出れなかったみたいなんです。で後から、まあ、留守番電話というか着信にお父さんの名前が残ってるから、どうしたんだろうと思ったんだけど、その後連絡をよこす気配もなかったから、まあ、特にイマージェンシー、そのなんていうの、緊急事態じゃないんだろうと思って電話を返さなかったみたいなんですね。そしてゴルフを終えたお父さんが帰宅します。でも家はもぬけの殻、キンバリーがどこにもいません。やっぱりいないのかなと思って、お父さんは必死にあのキンバリーのお友達に連絡を取っています。でやっぱりお母さんにももう一度電話してるんですね。でようやくお母さんは電話に出て、でそっちにキンバリー行ってないかってお父さんに聞かれて、いや来てないけどっていう話になって、慌ててお母さんはそれでもう車を飛ばして自分の元夫、まあ、キンバリーの父親に会いに行きました。で今度は2人でキンバリーのお友達また片っ端から当たってみたところ、数人からルーのとこじゃないっていう話が出たんです。実はキンバリーには恋人がいたということなんですね。もう両親はびっくりしました。彼女の口から一度も恋人の存在が語られることはなかったので。それもそのはずで、会ってまだ2週間だったそうです。さらにその男性は20代前半で離婚歴がありました。バツイチなんですね。だからキンバリーはお父さんにもお母さんにも話せなかったのかなって思います。彼女の性格も明るくて責任感があって、まあ、親思い姉思いからは想像がつかない相手ですよね。で会って2週間っていうのがまたねあれなんですけど、でその恋人だと言われてる男性の家がまたすごく近くにあったみたいで、その家の場所を聞いて両親ともに飛び出してって家を探したんですけど、もぬけの殻、誰もいなかったそうです。そこで初めてこれは大変なことになったということで、警察に届けようということになりました。お姉さんも慌てて飛んできて、お姉さんにも恋人がいるので、お姉さんお姉さんの恋人、そしてお父さんお母さん、この4人で必死にキンバリーを探す日が始まったんです。それで警察に届けたのがですね、8月17日もう日曜日になっていました。お父さんがキンバリーを最後に見たのが8月15日金曜日の夜10時なので、完全にもう、2日ぐらい経ってるんですよね。でこのミッシング行方不明になって最初の24時間も非常に重要らしいんですね。だからもうとにかく遅い、警察に届けたのが遅いし、お父さん確認するのを何回もそのタイミングがあったはずなんだけれども、ちょっと確認していなかった、いろいろ悲しいことが重なってしまっています。でそれでですね、このアラバマ州オップは本当に小さい町で7000人ほどしか、まあ、住んでいなくて、そのお父さんの家の周りにも人が少なくてですね、だからかそのすごくクロースなんですよ。なんていうのかな、近いわけですね。もう親戚のように付き合っていて、近所とで近所の皆さんがわーって押し寄せたらしいんですよ。キンバリーの友達も来たし、近所の人たちも来て、家の中どかどか歩いてるんですよね。だからあの本当はその行方不明になった現場がわからないんで、とにかく最後にキンバリーが目撃されたのは家の中なんで、お父さんによってその15日金曜日の夜10時にキンバリーはいたので、そこはあんまりそのいろんな人が触っちゃいけないらしいんですよね。やっぱり犯人の指紋があるかもしれない、
何か物的証拠が残ってるかもしれない。そこをいろんな人がいろんなとこ触ったり歩いたりしたもんだから余計複雑になってしまったっていうのが真相ですよね。でも警察によるとですね、その部屋に誰かが押し入った痕跡はないと。だけどその両親が言うにはなんとなくドアがちょっと誰かに押されてちょっと開いた痕跡があるということは言ってました。でそれからのお姉さんのキンバリーのお姉さんの恋人が結構ペタペタ触っちゃったらしいんですよ。そのキンバリーの部屋に行ってこれはあるのかないのかって確認するために。で慌ててお母さんが後で気づいて、あ、触っちゃダメだよって、その犯人の指紋が残ってるかもしれないかって言った時はもう遅くて、結構クリスティン の恋人の指紋がペタペタいろんなキンバリーの部屋のいろんなものに残ってしまったっていう話がありますね。でそれで車のことも調べたりしてるんですけれども、まあ、決定打にかけると。で警察はですね、そのアラバマ州の警察に飽き足らずその FBI が入ってきたんです。で通常こういった行方不明で、まあ、よっぽどこのボーダー州境とかでない限り FBI 入ってこないんですけど、なぜかこのケース FBI が絡みました。でこれもですね、そのクリスティンお姉さん、このキンバリーのお姉さんの恋人ジェレミーって言うんですけど、ジェレミーのお父さんが実はフロリダのある州の刑事なんですね。で彼がお父さんにそのうちの恋人の俺の恋人の妹がいなくなった、助けてっていうことで、ジェレミーがお父さんに言ったもんだからお父さんが FBI に通報して FBI が動いたっていう話なんですよ。なぜそんなことしたのかってわからないんですけど、まあ、助けようとしたんだと思うんですけどね。で、まあ、FBI も動いて、やっぱりどうしてもその、キンバリーが隠してた恋人ですよね、20代前半、キンバリーよりもだいぶ年上です。だからそれが怪しいと。でみんなで捜査をしてようやく見つけました。そのキンバリーがまだ会って2週間だけれども恋人だと思ってた男性ですね。でその人に聞いたところ、その日やっぱり一緒にいたと。自分の家にキンバリーは来て一緒にいたんだけれども、お父さんの言いつけを守って夜11時半までに、まあ、門限だから帰るということで帰ったそうなんですね。それから彼女には会ってないと言ってたそうです。でやっぱり怪しいので捜査になるんですよ、まあ、嘘発見器っていうわけじゃないんだけれども、けれどもこの恋人キンバリーの恋人にはアリバイがありました。さらに彼はとても助けたいと、まあ、自分は今から付き合おうとしてたし、だけど彼女に一切指も触れてないし、指で触れてないし大丈夫ですよって、その両親を安心させて一緒に探すって言って一生懸命毎日のようにこのキンバリーを探したらしいんですよね。で警察はいろいろと彼を調べたんだけれども、一切何も疑うことが出てこなくて、アリバイもあるということで彼は容疑者のリストから外されました。まあ真っ白とはかわからないんだけれども、まあ、特に彼は怪しくないということになったんです。でそれで警察は念のため全員捜査しました。家族全員、それから近所の人も、その日のアリバイ、それから指紋から全部ですね。でところがですね、一人だけこの捜査に協力しなかった人がいるんです。誰だと思います？なんとお姉さんの恋人ジェレミー、彼だけがやりたくないと、何のテストも受けたくないと言ったそうです。で警察はですね、やはりジェレミーをやっぱりちょっと怪しいということで捜査を始めました。するとジェレミーには犯罪歴があったんです。なんと武装して、強盗に入った、過去がありました。つまりキンバリーの部屋に押し入ることができるはずなんですよね。そういった強盗を働いたことがあるということなので。さらに覚えてますか、お母さんが止めたのにペタ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 自分の指紋をキンバリーの部屋のあちこちにつけた、それもジェレミーでした。それなのにお父さんが刑事で FBI の助けを求める、ちょっとそこは辻褄が合わないんですけれども、ジェレミーが
容疑者のトップに躍り出たんです。それから警察はキンバリーの家の電話回線調べました。まあ、当時1997年なのでまだスマホも出てないし、それぞれ自分の携帯電話がそんなにまあ普及してたのかな、わからないんですけど、とにかく家の電話をよく使ってた時代なので、その当時をずっと探したんですよね。するとその当日、キンバリーが消えた、行方不明になった当日の翌日ですね、朝5時半、実はこの家から2箇所別々の場所に電話をかけたということが分かったんです。それがキンバリーが電話をかけたのか誰がかけたのか分からないんですけれども、それぞれ2つの電話をかけてます。でその電話はですね、お母さんが住んでるエリアの近く宛てにかけてます。ところがですね、どれもなんか存在してない番号らしくて、最後の4ディジット、この4桁ですよね、最後の4桁が0000なんですよ。でそれは存在してないと。でキンバリーの友達にもそんな番号持ってる人いないし、誰の家の近所の人の家も全くそんな番号ではないと。で実際その存在してない番号らしいです。だからキンバリーがかけたかどうかわからないんだけれども、キンバリーが消えた日の翌日の朝早朝5時半に2箇所2つの場所にかけた番号は全く存在しない番号なんですね。でそのキンバリーのお母さんが住んでるエリアの近くにかけてるっていうのが分かったのは市外局番がそうだったからですね。で実はそのキンバリーが行方不明になった夜、実はその市外局番、誰がかけたかわからないんだけれども、かけた市外局番のエリアにいたのは誰かというとジェレミーなんですよ。でちょっとここでジェレミーまた捜査上に上がってきて、実はジェレミーなぜこのキンバリーのお姉さんクリスティンと付き合ったかというと、そのきっかけは実はキンバリーとクリスティンのお母さんスーの義理の姉妹がこのジェレミーの兄弟との間に子供を作ってるんですよ。だけど関係がうまくいかなくて別れてるんですけどね。つまりジェレミーはもともと知り合いというか親戚っぽい位置にいるんですよ。そのなんていうのかな、キンバリーとクリスティンのお母さんの義理の姉妹とジェレミーの兄弟が子供を作ったと。でもうまくいかなくて別れた、そんな位置にジェレミーはいるんです。でジェレミーはですね、キンバリーの姉クリスティンと付き合ってるんですけど、クリスティンよりも10歳年上だそうです。でクリスティンはキンバリーと1歳違いなんで、キンバリーが17歳なので、その当時クリスティンは18歳ですね。10歳上っていうことはジェレミーは28歳の男性ということになります。で数日が経ってあと急にですね、このジェレミーがもうこの町から自分は出ていかないといけないと言ったそうなんです、このキンバリーの家族に向かって。でびっくりしたんですよ、だってクリスティン付き合ってるし一緒に探してくれてたのに急に自分はこの町から離れなければいけないと言ったので、その時もちょっと我慢できなかったんでしょうね。お母さんのスーがなんでそんなこと言うのと、キンバリーが消えてまだ数日も経ってないのに何かあなた自分に何か責任があると思ってるの、何かあなたやったのみたいなことで問い詰めたらしいんですよ。その時ジェレミーはなんかすごく表情がなんていうのかな、ギルティーっていうんですか、なんか何か隠してるような、実は何か責任を負ってるような顔をしたそうです。でやはりもう FBI の中でもジェレミーはもう容疑者のトップになってるんですよ。でそのアリバイが欲しいと FBI は捜査を始めました。でスーはですね、そのキンバリーが最後にお父さんによって目撃された15日金曜日の夜10時からその翌朝ですね7時にジェレミーを見かけてるので、
ジェレミーはその朝7時にはスーのエリアの方にはいたんですよ。でその友達もジェレミーと一緒にパーティーにいたと。だから夜中中ずっと朝方まで一緒にいたっていうことで、最初はアリバイが通ってたんですね。けれども FBI は友達一人一人を強く尋問したんです。本当に一緒にいたのかって。するとですね、もう友達が、いえ実は夜中2時までしか一緒にいなかったと、午前2時までしかジェレミーと一緒にいなかったということを白状したんですね。なのでつまりジェレミーは午前2時から朝の7時数に目撃されるまで、この午前2時から朝の7時までどこにいたかアリバイがないんですよ、うん。でさらに FBI はジェレミーを捜査し始めます。するとですね、その日の夜ですよね、ジェレミーがアリバイがなくなってしまって、それからキンバリがいなくなってしまった夜、なんとジェレミーは自分の車を運転していませんでした。友達のトラックを借りて運転してたそうです。つまり自分の車は使いたくなかったんですね、何かの理由で。でそしてですね、さらに警察がさらにその番号、電話番号も探してたんですけど、そのジェレミーは自分の車を友達の家に止めて、その友達のトラックを借りて出かけてるんですよ。でその家の番号が一つ、そのキンバリーの家からかけた番号と一致したらしいんですね。つまりジェレミーはなぜかその夜、自分の車を友達の家に止めて、その友達のトラックを借りてどこかに出かけたんだけれども、キンバリーの家からかけた番号がそのジェレミーが車を止めて借りた友達の家なんですよ。怪しいですよね。なおジェレミーはこのキンバリーたち、キンバリーの家族とは親戚的な、ちょっと遠い親戚的な位置なので、自由に家を出入りできたんですよ。まあ、クリスティンの恋人っていうこともあるんだけれども、つまりクリスティンがいようがいまいが関係なく親戚だからいられるんですよね。さらにこのキンバリーの父親ケニーが毎週金曜日恋人の家に泊まりに行ってる、そういったスケジュールもジェレミーは把握してたっていうんですよね。でつまりですね、でクリスティンはジェレミーがやったとお母さんには言ってるそうです。もう自分の元の、もう別れてるんですけど、元の恋人ジェレミーのことを信用してたのにこんな裏切られ方して、クリスティンは非常に傷ついています。妹キンバリーが消えた原因がもしかしたら自分の元恋人ジェレミーがやったんじゃないか、でお母さんにはもうクリスティンは彼がやったとはっきり言ってるそうです。もう疑ってるんですね。で、ジェレミーはですね、その翌年1998年、何の罪かは分からないんですけど刑務所に入ってます。他の罪で起訴されて刑務所に入ってます。でそれでですね、キンバリーのもう友人の一人が、キンバリーが実はジェレミーのことを嫌ってたっていう証言をしています。他の友達はそんなことは言ってないんですけれども、まあ、キンバリーがもしかしたらたった一人だけ、実は私お姉さんのクリスティンの彼氏ジェレミーのこと好きじゃないということは言ってたかもしれないですよね。その友達はそういった証言をしていて、もしかしたらジェレミーが隠してた彼の犯罪歴が、まあ、何かで、キンバリーが知ることになって、それで嫌ってたのかわからないんですけれども、もしかしたらその中で言い合いがあったのかわからないんですよ。まあ、いろんな、まあ、可能性ポッシビリティはあると思うんですけど、このケースもうそのなんていうのかな、いなくなってから2日ぐらい経ってようやく警察に届け出をして、そしてまだもう なんていうのかな、確信めいたものが何もないんですよ。ただおかしいのは、その電話がそのキンバリーが消えた日の翌日早朝5時半にかけられて、それがたまたまジェレミーがパーティーをしてたと証言してた場所に向かって電話をしてた。もしかしたらジェレミーがいてキンバリーの家にいて、何か
やってしまって友達に助けを求めるためにかけたっていう可能性はありますよね。でこの行方不明事件の後何年か経って、近くを掘り返したり警察、オーソリティたちがもしかしたらキンバリーの遺体が発見されるんじゃないかといろいろ探してるんですけれども全く見つかっていません。未解決のままです。今回はキンバリー行方不明事件についてお伝えしました。もしよろしければグッドボタン、それからチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは皆様おやすみなさい。